ナイーナ・エリツィナ・エリツィン夫妻、ナイーナ・ヨシフォブナ・エリツィナは、ロシア連邦大統領、ボリス・エリツィンの夫人。旧姓は、ギー・リナ。ロシア語では、通常男性と女性で性の語尾が異なるが、それを反映せずに、ナイーナ・エリツィンとする記述もある。1932年オレンブルク州、シトフカ村に生まれる。両親は、正教古儀式派の富裕な信徒であった。 1955年、スベルドロフスクのウラル校歌、大学建築学部を卒業する。在学中に、夫となるボリス・エリツィンに出会う。大学卒業後、様々なプロジェクトに関係した仕事に就く。その後、1956年、エリツィンと結婚した。二人の間には、1957年生まれのイリーナと1959年生まれのタチアナの次女が、いる。 ナイーナップ人は公的な場所には出ることは少なかった。それでも大統領となったエリツィンと共に1997年にスウェーデン、フィンランド及び1999年中国を訪問している。返してエリツィンの親族と側近たちの中にあってナイーナップ人は政治に干渉することはなかった。しかしエリツィンが再選をかけた1996年、 ロシア大統領選挙においては、夫を助け選挙戦に臨み、メディアに姿を現した。2007年4月23日エリツィンが亡くなる。4月25日モスクワの救世主、ハリストス大聖堂で営まれた国葬に参列し、暴風を送った。ありがとうございます。